皆さんこんにちは、梶本拓則です。本日は東大阪長瀬にあります麻雀プシケさんのご紹介をさせていただきます。まずは駅からの道順をご覧ください。近鉄長瀬駅、大阪上本町方面の改札を出たらすぐ左、目の前にあります長瀬南商店街、ここをまっすぐ行ってください。はい、長瀬南商店街に入って10メートル、目の前に看板があります。めちゃめちゃ近い、麻雀クラブプシケ、この看板が目印です。ではお店の方に入りたいと思います。こんにちは、お邪魔します。はい、それではプシケのオーナーの紅林さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。まずこのお店、縦長ですね。そうなんですよ、はい、6択ですか。6択ですね。1,2,3,4,5,6、はい、フリーとセットどちらもやられてるんですか。そうですね、はい、両方ともやってます、はい、でフリーは3馬と4馬と3馬と4馬、はい、どっちもできるんですか。そうですね、最近ちょっと3馬の方がメインですけど、4馬も希望があれば。なるほど、ね、じゃあ、はい、フリーで入った時はそうですね、どっちが打ちたいかっていうまずいいわけですね、はい、3馬の方ももともと4人打ちの方が打ちやすいようにということで、ルールも近い形にしてますので、 あんまりその差がないような感じで、そうですね、ありありルール、大阪ではちょっと珍しいありありのルールでやってますので、やりやすいようになってます。ちょっと今見たの、貸した料金が、はい、学生さんと一般の方と同じなんですね。そうですね、ちょっと珍しくないですか。もともと、はい、学生と一般の方とちょっと値段の差があったんですけど、はいはいはい、学生の頃が卒業して、はい、それでもお客さんとして来てくれた時に一般になったからって言って値段が上がるのがちょっと申し訳ないので、あ、同じなんでやってたんですよ。なので、なるほど、もうなし崩しに、まあどうせなら一緒にしちゃえと、という形にしちゃいました。めちゃめちゃ安いですね。あ、そうですかね。これはすごい、はい、この驚異的な値段だなと思ってですけど、はい、なるほど。てか今さっきから学生の方がちらほら入ってくる。そうですね、近代 の学生麻雀サークルの方が、うん、あ、そうなんですか。そうやられ学生サークルの道場みたいな感じですか。道場というか、そうですね、そんな形でやらせてもらってます、はい、何人ぐらい来られるんですか。まあちょっと日によるんですけどね。あ、なるほど、ね、4,5 人の時もあれば7、8人とか10人とかもある。毎日、いや、週にそれぞれサークルの活動日に1日ですね。あ、なるほど、はい、サークルの活動日って何曜日なんですか。火曜、水曜、木曜、まあその辺あたりです。なるほど、はい、なんか教えられたりして。そうですね、一応横で麻雀指導、ね、指導という形をしてます。将来のプロを育成してるような感じじゃないですか。いや、なってくれたらいいですね。はい、今この後サークル活動。そうですね、なるほど、あるってことね。じゃあそちらの様子も紹介させていただきます。あと、はい、ポスターがあります。麻雀最強戦のポスターがあるんですが会場になってるんですか。なってないです。なんていうんですかね、壁が汚すぎるんでもうね、いろんなもの貼ってとりあえずごまかそうみたいな。なるほど、明るい雰囲気を出すってる、ね、少しでもね、この宿の写真とかありますね。もうここで初めて17になるんですけど、もう本当汚い状況なので。ずっとそうですね、店長とオーナーやられてるんです、はい、17年長いですね。そうですね、もう気がつけばっていう感じですよね。店長ずいぶん若い時からお店、27の時ですから。そうですね、はい、もうまさかこんなふうになるとはね、全然思ってないんですけど。いやでもすごく駅から近いですよね。そうです ね、近代側とはちょっと方向が逆なので、あ、なちょっと、うん、近代って駅の向こう側なんですけど、はいはいはい、なんで通り道としてはちょっと不便なんですけども、まあ駅に近いんで、終わったとすぐ帰れるとかね、うん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 、駅から来やすいとかってメリットはあると思います。じゃあ学生さんは授業終わったら、はい、とりあえず駅じゃなくて駅越えてこっち来いよみたいな。来てくれたら嬉しいですね。そういう感じですよね。近代の皆さん、そうですね、早く来てくださいよ、はい、埋め尽くしましょうよ、はい、ね、麻雀大会とかは結構やられてるんですか。そうですね、年に1回まず全国でやってるフリージャンソー対抗戦ライバルっていうのがあるんですけど、はい、その予選大会、県内の代表を決める大会を開催するのと、なるほど、まあ、それをやると大体3万の大会もやってくれって声も上がるので3人の大会もちょこちょことやる感じしてます。その辺の情報っていうのは一般の人どうやってしてるんですか。そうですね、ホームページに掲載はしますけど、うんうん、そうですね、あとは
直接お店に問い合わせるのが一番早いと思います。電話で問い合わせてもそうですね、初見でもすぐ参加できます。なるほど、はい、じゃあこちらの方にぜひお電話で問い合わせてください。ホームページかお電話ということで、はい、であと一般のフリーを打たれてる方は例えば成なんか成績がいい人とかなんか競争とかあるのか。そうですね、はい、3人打ちの場合には半月間ごとにレースをやってますので、あ、なるほど、半月ごとに表彰があります。 あ、はい、あとは4人打ちの方はこういった形でデータを取って成績管理してますので。なるほど、まあ、これ僕の成績なんでちょっとこ細かく見るとちょっと恥ずかしいんですけど、あ、ちょっと見ていいですか。はい、いや、いいじゃないですか。ほら、こんな感じで映ってますよ。こういうふうに個人のデータも集計してるってことですね。そうですね、はい、なるほど。じゃあ自分の成績が、ま、これ月ごとにやったりとか。いや、月ごとでも希望毎回集計してますので、お帰りの際にお持ち帰り。なんか調子悪いなって思ったらこういうのを見て、ね、自分が何が悪いのかみたいな。一応簡単にコメントが入ってなってますので、あ、これいいですね、一口コメントとかね。どんな風に麻雀の方向を変えていくべきかみたいな、自分の個性を見ながら、学生の近代の学生のサークルさんの、まあ、指導もされてるってことなんですけど、そうですね、はい、どういうことをなんていうんですかね、学生の子たちに教えたりされてるんですか。どういうことに気をつけてっていうか。そうですね、まだね、始めたばっかりの頃も結構多いので、はい、まあ、簡単な手順であるだとか、はい、見方であるだとか、うんうん、そういうところですかね。一曲終わった後に開いてやる時もあるし、途中で、はい、声をかけてこっちを切った方がいいですよという話もすることになります。はい、やっぱそうやって覚えていくとだんだんみんな強くなっていくんじゃないですか。そうなってくるといいですね。大会で活躍してくれる選手とか、そうですね、サークルからそのうちのお店の大会とかにも出てくれると思うんで、去年ですね、去年はサークルの代表の子がうちのお店の代表としてライバルの方の本戦で参加したりとか、あ、なるほど、ということもありましたので、はい、そういったことが刺激になってくれたらいいと思います。特に近代の学生で、ね、麻雀強くなりたいという人はぜひこの店に、ね、遊びに来てくれると、そうですね、嬉しいですね。はい、はい、近代の麻雀サークルの、はい、部長代理ということで、部長代理、はい、お名前は橋本です。橋本さん、はい、何年生ですか。2年です。今年2年になりました。1年からずっと麻雀サークルで。そうですね、1年の時に初めて入ったんで、大学で覚えて。大学で覚えたっていうか、ゲームとかでやったことあったんですよ。なるほど、なるほど、はい、よくあるパターンだと思うんですけど、はい、もう1年からずっとこのお店に通ってる感じですか。このお店は、まあ、あんまりサンマがメインですよね。あ、最近4万もできたらしいんですけど、うんうんうん、あんまり通ったことはなかったんですけど、うんうん、そうですね。オーナーの紅林さんはマージャン教えてくれますか。あ、そうですね、なんかこの空いてるタクとかで、はい、いろいろこう灰並べてこれだったらどうするかみたいな、はいはい、そういう話たまにあります。なるほどね、個人レッスン的な話です。はいはいはい、でもまだよく麻雀覚えてない初心者の人とか、そういうの、そういう人たちをこうなんか端っこに集めてみたいな、そういうパターンもありましたね。あとどんどんサークルの方が来ていい感じですね。そうですね、はい、でも人が増えてね、サークルの人がどんどん打てるようになるといいですよね。そうですね、まあ、ただ結構年齢というか学年で結構分かれちゃう傾向もあるんで。あ、そうなんですか。そうですね、やっぱり、うん、まあ、なんか長持ちとかでやってても、なんか1年、1年、1年、2年とかそういうのなんかあるじゃないですか、はい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 、そういう感じもあるんで、まあ、やっぱり、どうかなみたいな話になってたんですけど。4年生とか来ると面倒くさいですか。まあ、あんまり来たことないですよね。 あんまり来たことない、長持ちとかでは。ちょっと4年生のちょっと強い人来てくださいよ、サークルに鍛えてあげてくださいよ。ぜひ鍛えてほしいです。ね、そうですよね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでですね、学生さんの多い明るい雰囲気の、お店プシケさん、ご興味ある方はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。